さて、尋問を始めよう。囚人番号1番、ハルカ。はい。ごめんなさい。何を謝ることがある？いや。ごめんなさい。ミルグラムはお前たち囚人の罪を明らかにし、適切な判断を下すために存在している。そのために、いくつか話をしよう。はあ。何？尋問と言っても、現段階では手荒な真似をするつもりはないから安心しろ。ちなみに、虚偽も黙秘も認めている。虚偽、黙秘。言いたくないことは言わなくても構わないし、嘘をつきたければついても構わない。そうなんですか？ああ。ミルグラムは、お前の記憶から直接歌を取り出すからだ。僕はそれを見て、お前の罪を判断する。つまり、お前がどんな主張をしようと大きな問題はない。むしろ、黙秘をした、嘘をついたということ自体が、お前が自分の罪に対してどういう意識を持っているかを示すことになる。はあ。そもそも、罪に対して反省しているかどうか、それを判決の基準にするかすら、僕次第なのだがな。わかるの？わかりません。は？え？ん？何言ってるかわかりませんでした。難しくて。ごめんなさい。僕、頭があまり。はるか、お前、年はいくつだ？17だったと思います。思います？いや、自分の年齢に興味なくて。ごめんなさい。調子狂うな。続けようか。ミルグラムでの生活はどうだ？最初はわけわからないし、ちょっと怖かったんですけど、みんないい人なんで大丈夫です。みんな、とは、他の囚人連中か？はい。ユノさんとか、マヒルさんとか、優しくしてくれます。少し興味があるな。はるかの目に他の囚人はどう映っている？僕なんかがみんなのことを喋るの悪いです。安心しろ。この部屋での話を他の囚人に漏らすことはない。はい。何を話せばいいんでしょうか？そうだな。誰とよく話すんだ？よく話しかけてくれるのは、ユノさんと、マヒルさんと、ミコトさん。フータ君も少し怖いけど、構ってくれます。ムーさんともたまに話します。カズイヤ指導は？大人なんで、少し怖いんですけど。二人とも優しい人だと思います。コトコは？ちょっと怖いです。まあ予想通りだ。あとは、名前が出てないのはアマネか。アマネちゃん。どうした？苦手なんです。あれくらいの子供。アマネちゃんはいい子なんですけど、嫌なことを思い出すんで。大丈夫か？ずいぶん顔色が悪いな。そもそも、あまり僕は人と関わっちゃいけないんです。囚人のみんなとも、勘違いしちゃダメなんだ。なぜだ？好きにすればいいじゃないか。僕は、他者との関係の中でこそ、その人間の本質が見えると考えている。カシタにも言えることなんだ！僕にも。
あまり僕に近づかない方がいい。生まれつき人を不幸にすることは得意なんです。僕を知ろうとすればするほどきっと監視さんも不幸になる。はるか、だってごめんなさい、一人でずっと喋って。続けろ。いつだってそうなんだ。僕はただ普通にしてるだけなのに全部ダメにしてしまう。監視さんだってみんなだって僕のことを知ったら、僕のしたことを全て知ったら、僕を見捨てるに決まってる。僕は身勝手な人殺しだから。はるか。はい。顔を上げろ。はい。痛い。何するんですか。僕は監視だ。今のは囚人に対しての教育的指導だ。許される。いいか、よく聞け。囚人番号1番、何度でも言おう、僕は監視だ。お前の本性を知るのが僕の仕事だ。お前が何者だろうと、お前がどんな非道を働いていようと、全て見届け判断するのが僕の仕事だ。それを言うにこと書いて見捨てるだと。あまり僕を舐めるなよ。あ、お前の罪を知り、お前の罪を許すか許さないか判断し終えるまで、お前は僕の管理物だ。逃がしてもらえるなどと思うな。監守さん。ちょっと待て、はるか。何をニヤニヤしている。ごめんなさい、気持ち悪いですよね。気持ち悪い。違くて、変な話なんですけど、ちょっと嬉しくて。嬉しい。はい。おかしな話だな。僕が言うのもなんだが、監禁され拘束され、こうして尋問されている。この状況に対して怒りや恐れを覚えるのが自然だろう。そういえばお前は最初からずっとそうだ。塞ぎ込んではいるが、ミルグラム自体への混乱を感じない。その点はフータやムーの反応の方が腑に落ちるというものだ。そうですね。フータ君はすごく怒ってますね。怖い。じゃなくて、いや、僕はこのミルグラムでしたっけ、何のためにあるのかとかよく分かってないんですけど、監視さんが自分に興味を持ってくれて、いろいろ聞いてくれるのはなんだか嬉しかったりします。それがお仕事でも、僕のやった悪いことを明らかにするためだったとしてもです。変なやつだな。一人目から特殊すぎる。お前は7人目くらいで来るべきだ。この仕事の大変さを今はっきり理解した。ごめんなさい。まあいい、反抗的な囚人よりはいくらかマシだな。ただしあまり勘違いをするなよ、はるか。僕はお前と仲良くしたくて話を聞いているわけではない。僕の目的はあくまでお前の犯した罪を知ることだ。お前が何をしたのか、なぜ人殺しとなったかを知るためだ。はい。まだニヤニヤしている。ごめんなさい。緊張感のない男だ。僕がお前を許さないと判断するだけで、お前の身にどんなことが起きるか。何か起きるんですか。さあな、
お前は考える必要はない。きっと僕にもな。そうだ。あと一つ言いたいことがある。お前は自分が身勝手な人殺しだから周りと関わってはいけないと言ったな。はい。囚人どもは皆人殺しだ。何を遠慮することがある。あいつらにくらい好きに振る舞えばいい。お前にも分かりやすく言おうか。お前ら全員ダメ人間だ。だから気にするな。それもそうですね。おしゃべりの時間は終わりのようだ。恐れることはない。ただお前の記憶を覗かせてもらうだけだ。囚人番号1番遥。さあお前の罪を歌え。